羽生結弦が救助犬と触れ合う姿に胸キュン。伝えたい思いの真実。羽生結弦さんが、冬季五輪で2連覇を達成した後、プロフィギュアスケーターとしての新たなキャリアに進む中、その行動がますます多様で注目に値するものとなっています。最新の出演情報によれば、羽生さんは日本テレビの報道番組、ニュースエブリー2位、災害救助の専門部隊である警視庁特殊救助隊。 SRT の取材として生出演することが明らかになりました。この意外な展開は、ハブさんの多面的な才能と使命感に新たな光を当てるものとなっています。予告映像では、ハブさんが SRT の訓練に参加し、救助服を身にまとい、災害救助犬と交流する様子が捉えられています。これにより、彼の真摯な姿勢が災害や防災に対する取り組みにどれほど深く関与しているかが浮き彫りになりました。 ネット上では、ファンたちが驚きや賞賛の声を寄せ、羽生譲る、伝えたい思いが注目の的となっています。しかし、ここで考えるべき新たな視点は、なぜ羽生譲るが災害救助の専門部隊に取材に行くのかという疑問です。我々は通常、スポーツ選手がこのような専門的な活動に従事することを期待しません。この状況から新しい視点を提案すると、羽生さんは単なるアスリートを超え、 社会的なリーダーシップを発揮し、大衆に対してより広い意識を喚起する存在になりつつあるのではないでしょうか。また、ファンたちのコメントからも浮かび上がるのは、彼らが羽生結弦をスポーツ選手以上の存在として捉え、彼の行動を学び、尊敬していることです。この点で、羽生結弦、伝えたい思いは、単なる報道番組に止まらず、社会的、人間的な影響をもたらす可能性を秘めているのかもしれません。 最後に、これからの展開やハブさんの未来について考えてみましょう。彼の行動が新たなトレンドや動きを生む可能性は否定できません。スポーツと社会の垣根を越えたアプローチは、今後ますます求められることかもしれません。あなたは、ハニューの取り組みにどんな視点を持っていますかまた、これが未来のスポーツやメディアの方向性に影響を与える可能性はあるでしょうかハニュー 伝えたい思いが生み出す新しい展開に期待しながら、我々は彼の行動から学び、共感し、未来への新たな扉を開いていくことでしょう。